どうすっかな。じゃあ、なんか適当にトークしてから始めるか。おう。あ、でもこのゲームの概要全然知らないから、ふざけようがないな。確かに。おもちゃ箱かな。おもちゃ箱かな、これ。おもちゃのちゃちゃちゃ。ちゃちゃちゃ、おもちゃのちゃちゃちゃ。どうも皆さん、こんにちは。いやー、これきついなー。いや、これまあ始まってることにするか。え、始まってんの、こ れ。始まってるよ、これ。マジかよ。撮ってんのかよ、これ。撮ってるよ。さあ、ややっこさん、はい。今日はお誕生日記念コラボということで、はい。このトイボックスの夢の中でというゲームをはい。やっていこうかと思うんですけれども。はい。なんか堅苦しいな。なんかさっきまあ、までとちょっと違う。さっきまでとちょっと違う。いや、入りはね、やっぱちょっと丁寧にやりたいなっていうね、まあまあ確とかころに。があるけど、まあ、あれ、これってホラーゲームなんですか？僕何も調べてないけど。私も何も調べてないんだ脱よ出アね。ドベンチャーってことしか僕知らない脱け出アど。ドベンチャーか。よかったよかった。なんかこんな綺麗な BGM 流れてて、こんな綺麗なイラストで、ホラーだったらどうしようかと思ったから。まあホラーテイストでも全然僕はね、大丈夫だけどね。みんなの耳が壊れるだけだからね。そういう意味で、そうそういう意味で。いう意味ね。じゃあまあ、早速始めるか。イェーイ。そう、今回は、女の子が主人公のゲームだから、私の方であげる感じですね。はい。はい、じゃあ早速始めからやっていきましょお願いしう。お願いしまーす。ます。うわこれテンション迷子なんだけどそされ、それ。どこまで上げていいかわかん ないや、い。もうあげちゃおう、あげちゃおう。いや、二人とも割と寝不足だからさ。まあそう。テンションがね、おかしくなってるんだよね、今ね。そしてなかなか始まらないね。読み込みが。そう、これちょっとブラウザ版のゲームだからね、大丈夫かなっていう不安もうね、ブが。ラウザちょっとだけ遅い感じはあるね。うお、んうん。始まった。お、プレイ環境を選択してください。後から変更できます。おお。あー、はいはいはい。キーボードはい、とこマれ。ウスです。マウあれ、ス。スマホとかでもいけんだ、これ。そうだね、びっくりだね。まあ、だからブラウザ版ってことか。あら。アタチかな？あたちか、あたちでよ。アタチかな？ あたちよ。主人公かな？ちょっとやるわ、じゃあ。お兄ちゃん、それ何？誰だ？誰だ？ ああ、かわいい。すごいな。私こんなの作れないもん。名前、私がつけていいの？あれ、お兄ちゃん？どこ行くの？あら、どっか行っちゃった僕、よ。この人の後に読むの、僕。いや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 、そういうつもりで撮ってるでしょうが。いや、そうだけどさ。やばい、なんか僕、よう考えたら、ピヨスさんのガチ演技聞いたことねえわ、いこれ。やいやいや、もう全然もう軽く読むだけだから大丈夫だよ。やば。お兄ちゃん、待って、置いてかないで。どっか行っちゃったよ。どっか行っちゃった。ややっこ兄貴がどっか行っちまったぜ。エアコンにどっかに置いてっちゃった。あ、かわいい。部屋もなんかすごいね。ねえ、細でかいかクマが。ー。でか、確かに。等身大すぎる。あ、目覚ましたね。おう。あ、ルカちゃんって言うんですね。かわいいですいいね。いい名前っすね。いいね。ですね。しかもね、なんか、いい感じの、細長い足をしてらっしゃって。僕はじと目に目がいったんだけど、まず。やばい。見るところが私の方が変態だ。見るとこが 危ない危ない。よし。よし。変な夢。お兄ちゃんが出てきたような。なんだっけ。はあ。まあいいや。汚いな。おおって。なんか二度寝してるわ。お、父さんじゃない？これ。嘘でしょ？お母さんじゃね、タイミングだって的遅に。刻するぞって言ってるよ。お父さん？お父さんじゃないの？違うの？お父さん！やってやって。男役は全部、エアコさんルがやってカ、る。そろそろ朝ごはん食べないと遅刻するぞ。いいね。おお。やば！着替えてたら、着替えて、あ、着替えてるわ、ほんとだ。本当や。 着替え
てまた寝ちゃってた。今起きた。お、これで、あ、操作できる感じ。まだ動けない。お父さんじゃなくね？お父さんじゃない。想像以上になんか未成年だった。めちゃくちゃ低い声で、ちっちゃかったね。うかー、起きろーみたいな感じだった。かわいい。これなんか普通に少年感じで読めばいいんかな。いいんだね、いいんだねってなんだ。いいんだね。いいね。ねえ、この辺に鈴落ちてない？銀色で小さいやつ、昨日なくしちゃって。かわいいじゃん。かわいいじゃん、七尾くん。七尾くんかわいいね。鈴？知らない。おかしいな、授業で使うのにどこやっちゃったんだろう。あらどこ行くのかしら。授業で使うの？あ、確かに言われてみればなんかあんまり気にしずに読んでたけど今。ねえ、何に使うんだろう一体。なんだ調べるか。え、ちょっと、おい、おお、か、固まりすぎる。大丈夫？学校のカバン。オッケーオッケー。脱出アドベンチャーで動けなくなるのは致命的すぎるけど。本当にゴミ箱ちょっといっぱいになってきたな。調べられるとこと調べられないところが、おお、鏡しっかり映るね。本当やん、すげえ。中学生になって買ってもらった大きい姿見。制服シワになってないよね。大丈夫だね。ふかふかのクマ。いいね。窓は外は見れないと。うん。漫画とぬいぐるみの棚。うん。同じか。これも特に調べられない。 女の子っぽい漫画でも置いたのかな。なんだろう、ティーンズラブとかかな。意外と少年漫画がめちゃくちゃ並んでる可能性は。あー、ショートカットボブでそれだと超いいね。いいですね。うん、これはセーブポイント。はいはいはい、うん、ツイッターで、あ、違う、ツイッターでツイッター。はいはいはい、なるほど。じゃあとりあえずセーブ、はいはい、えで、えあれ、ちょっと、あー、怖い、怖い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 、なんかアクション起こるたびに止まる。怖い。はいはい、今なんて書いてあった？読めなかった。かわいい。めっちゃかわいい、これめっちゃいい。いいね、これ。え、もしかしてさ、七尾くんも一緒に行動したらここに映ったりするかな。うわ、いいねそれ。あらー、めっちゃいい、これ。すごいロード、すごい。はいはい、あ、タイトルに戻る。はぁ、すげえ。これはいいですな。こっち七尾くんの部屋かな。急にお兄ちゃんの部屋に。いいね。これお兄ちゃんの部屋なのかな。ああ、お父さんの、あ、違った、お父さんか。お父さんのお風呂のあるとクラリネット。はいはいはい、クラリネット吹くんだ、うん、いいね、おしゃれだね。ゴミ箱の中、糸くずと布の切れっぱしだらけ。なんだ、縫い物とかする人なのか。おー、ちょっと手先器用なのか。ねえ、あ、そっか、縫いぐるみ作ったって言ってたね、そういえばね。あ、そっか、うん、お兄ちゃんがずっと使ってるソーイングセット。テレビある。あ、パソコンだった。いいお兄ちゃんのパソコン、お兄ちゃんの本棚。あ、ゲーム機がある。いいね。なんだなんだ、何のゲーム機だ、なんだろう。縦な Wii。 え、ゲームキューブじゃない、違う。あ、上か、僕右下だから間違えた。確かにこれ Wii っぽい。あ、七尾くんってお兄ちゃんなのかな。弟に見えたわ、うん、見た目かわいい。あ、え、マジ、え、そうなの。僕、お兄ちゃんだから、え、兄じゃないの。そうか、お兄ちゃんか。そうか、弟いるのかなって思っちゃった。うん。確かに、おかしいよな、お兄ちゃんの話なのに。まあ、確かに、かわいらしい感じの、あれだったけど。もう見た目、あ、トイレ。あ、トイレだ。あ、恒例のパカ、恒例のパカパカ。あるあるだわ。でも実況者あるある、パカパカしちゃうやつ。パカパカ滑らかでいいな、これ。いいねいいね。でも動きはカクカクしている。大丈夫か、止まらないでくれよ。ちょっとセーブこまめにしてこい、ちゃんと。そうだね、うん、どこでね、ブチってもいいようにしなきゃ。本当にロードが長いよ。長い。いや、もうこれはね、長すぎた場合はね、あの、どっかでブツってカットするから大丈夫。そうね。星野ルカって言うんだね。おー、星野、いいね。いいね。また制服着た後、寒くなって二度寝しちゃった。あるわー。これはある。スカート寒いよね。これ撮ってんの今。撮ってるよ。あ、撮ってんの。撮ってんのかよ。いや、まあここは、はい、大変長い間カットをしてしまいましたけれども。パッポーみたいな感じで消えて。これね、30分くらい。そう、本当に
30分経ってんだよね。もう本当に。いやブラウザ版やばすぎたんでダウンロード版をダウンロードしてきました。いや長かった。いやこれで多分ちょっと滑らかになると思います、うん、じゃあ探索続けるか。ここ何、よし改めてなんか進むだけで嬉しいんだけど本当に。あ家族が総出でご飯を食べている。いい、あこれ七尾くんじゃない。え違くないこれ。え違う、ルカちゃんが、ルカちゃんが通ってる。あ私だわ鈴あった。なかった。なかったか。なかったよ。ルカが遅いからお父さんもう食べ終わっちゃったよ。あ違うこれ違う。キャラがねっとりしてんな、なんかお父さんちょっとキャラミスったかなこれは。ほらほらご飯冷めちゃうよ。はい、おお。僕の父親とは違う。今日の放課後は学校に残るからいつもより遅くなると思う。いやかわいい、かわいい。気をつけてね。あルカか、ルカ、昨日の夜自分で洗濯物しようって言ったのにまたそこに出しっぱなしですけど。あら、うわーついうっかり。学校行く前にしまいなさいね。今やっちゃえばすぐだよお父さんごちそうさま。待ってよ、もぐ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 、ごちそうさま食器はいいから洗濯物を持っていきな。はい、自分でちゃんとやる。おお持ったすごい、部屋に持っていかなきゃ。オッケー、これ何、今朝の新聞。ほい、一応探索はボンボンボン、前見えなさそうこれあーって言いながらパッて落とした。お母さんの三男とかベリア、三男とかベリア、三男とかベリアってあれ聞いたことあるな。なんか分かりそうで分からん名前だな。あ、美味しいねこのコーヒーイントネーションどうなってんだまたこの豆買ってこようかな。あ、いいと思うよお父さん。キャラもこれでいこうあ、洗濯物、はい、こっちも一応探索はしよう。お父さん、うん、いつも食べるの早い。コーヒーもいいですよ。お兄ちゃんより早く食べ終われたことないな。あ、お兄ちゃんかやっぱり七尾くん。そりゃそうだ。おお。おっと。おっとそれ入れるんか。すごいね開くの。いいね。でも冷蔵庫までたどり着けない。謎の壁がある。自分の部屋に持っていけばいいのか。うん。はい。ああ。オッケーオッケー。でここか？あれ違う。あここだ。うん。あれこの片っぽ、あこの靴下片っぽしかない。しかもお兄ちゃんのだ。えもう両方混ざってたら履いちゃうのに。あるんだよなそれ。あそうなんだ、片方どっか行っちゃうことあんだよ。あそれはあるわ仕方ない、帰ってきたら渡すか。あでもお兄ちゃん今日は帰るの遅いんだっけ。そうよ。おお片っぽだけの靴下をゲットするんだね兄七尾の靴下、ルカの洗濯物に片っぽだけ混ざっていた。はいはい、あ自動でしようね。オッケーオッケー、助かる、助かりますね。メニュー画面からえ、あそうなの、えあカバン忘れてた。はいはい、本当だ本当だ本当だあちゃんと持つのすごいなこれ。いいね、すごい細かい、めっちゃ細かいね、うん、通学カバンを持ったと。はい行こう。あれ勝手に進んでるわ。おほ、ちょっとツイッターでセーブ、ツイッターで、おい、ツイッター使ってない。ツイッター行ってきまーす。ガチャリンコ。あここか。おお、すげえ。すごい。マジか。おらおら。スズメか。どっか行くの。あれちょっと待って。なんか出たけど見んかったよ。なんだった？あ学校に行くか。あもう進んじゃった。あ友達。あ友達。女の子。女ねえルカ、神隠しの噂知ってる？何それ。うちのお姉から聞いたんだけど、お姉の学校ちょっと前から神隠しがあるって噂が広まってるんだって。放課後のチャイムが変な音の時は誰かが神隠しに会う合図とか。
変な音のチャイムってな、どうな、どうなの髪くるくるしてそう確かにさあ、聞いたこと、聞いた人はいないからどんな音かわかんないんだって。ふーん、ねえ、それってつまり聞いた人は神隠しでいなくなっちゃうから誰も知らないってことじゃん。じゃあ噂を流したのは一体誰なんでしょうね確かにはっ、怖ギャルっぽいな、茶髪だし。いいね。お姉の学校ってルカのお兄ちゃんも通ってなかった？そういえばお兄ちゃん知ってるかな。噂とか興味なさそうだけど、帰ってきたら聞いてみる。ほう、お兄ちゃん神隠しになるこれまさか、まさか、そんなわけないか。まさか、そんなわけがただいまー。あー、お腹すいた。はい、あー、動ける。お、帰ってきた、帰ってきた。こっちまだ探索してないんだよ。これなんだ？トイレだった。あ、トイレ、あ、1階にも2階にもあるんだね、トイレ。いいね、家っぽいね。じゃあ、お風呂か、ここは。おー、おー、これはシャ、え、貴重なシャワーシーンが見れる？あ、帰ったらすぐ手洗い。えらい、えらい。あ、えらい、えらい、えらい。あ、合ってたんだ。いやー。さっぱり。今の時期ね、大事だから。ね、そうね、ほんとに。お、貴重なシャワー、シャワーシーンが。これは？あ、のび太さんのエッチーって。あ、何にも調べられない。そう。私たちの期待を。汗かいちゃったし、汗かいちゃったし、シャワーでも浴びようかなって言って。浴びようかな。ちょっと服をここに脱ぎ散らかしていこうぜ。ダメか。ポイポイポイ。くそー。ダメだダメだ。なんでだよ。いや、カバンを置いたらいけるかもしれん。あ、まずツイッター、ツイッター。あー、ツイッター、ツイッター。あ、これまた変わるんかな。おー、いいね。おー、すげえ。お兄ちゃんの学校で怖い噂が流れてるって聞いたんだけど、みんな知ってる？水杯だね、この子ね。ねえいいね、いいね、これすごい。え、カバン置くのかな。あ、置いたね。あー、置き場所も定位置で。さてと、洗濯物しまわなきゃ。おー、えらい。おい、どこにしまったんだこれ。確かにしまうとこない。どこにしまったんだこれ。夜ご飯の前におやつ食べちゃおう。すごい、なんか食べにくくなるぞ。床段みたいな感じで、あの床の何、収納みたいなスペースがあるね。あ、下に下にそういえばお兄ちゃん、今日は帰りが遅いんだよね。いつ帰ってくるって言ってたっけ。何言ってるの。お兄ちゃんは今警察が探してくれてるでしょ。え、どういうこと。え、あ、なんか素で出ちゃった。え大丈夫。学校で行方不明になるはずがない。今日こそ帰ってくるって。ルカもそう言いたかったんだろ。あー、なんか真面目なトーンで喋ってるつもりなんだろうな、きっと。行方不明？お兄ちゃんが？え？あ、動ける。お父さん、もうちょっと普通になるかな。だから新聞がここにあったのか。あ、そういうことか。あ、ちょっとこれ、じゃあ、ややこさんに読んでもらおうか。一週間前から行方が分からなくなっている星野七尾、16さんは、事件当日、両親に帰りが遅くなると話していたことが分かった。同日、授業の後、校内に残り補習を受ける姿をクラスメイトが目撃しており、その後、校舎から出た形跡がないまま消息を絶った。警察は過去にも未発表の似た事件があったと知って。うわぁ、うわぁ、学校で消えたやつやこれ。ひえ、そんな、お兄ちゃんいなくなってなんかないよ。今朝も一緒にご飯食べたもん。パン食べながら帰るの遅くなるねって、いつもみたいに私より早く食べ終わって、私はお兄ちゃんの後に家を出て、ルカまで、私どうしたら。大丈夫、大丈夫。ふざけてんのか。ルカ、着替えてきなさい。どうなってるの。もちろん若いかもしれない、お父さん。確かに。ねっとりしてるんだもんだって。ねっとり。いや、テレビでも調べられないんだな。あ、調べられた。ニュースがやってる。ニュース。ああ、それだけか。
三なんとかベリア、ここでもよ。あれこれ机の上になんあるね。これもメモが散らばってる。字が汚くて読めない。もう全部そうか。これは向こう側の新聞は、これは何日か前の新聞みたい。ああでも、ああそういうことか。 BGM が不穏だよ。ご飯、ご飯食べたあれもあったもんね。ねえ、え幻覚なんだあれは。とりあえずちょっと Twitter ツイートしなきゃ。どうしよう、なんか変だよ。怖いよ。え、ちょ、え、あーでもそっか、いや左側の部屋のなんかあれもお兄ちゃんのあれってまだ確かに、うん、うん、変わってるかな。あー私のベッドだった場所が物置になっている。空っぽの、空っぽのゴミ箱。あれなんか、え、なんか入っ、あれソーイングセットがない。お、そうよ、ほんとやん、ほんとやん。あら、パソコン、本棚、うん、え、ソーイングセットがない。ないね。なあれ、いや、ソーイングセット持ってどっか行っちゃったのかな。あ、ここあれだよ、え、両親の寝室。ああ、ダブルベッド。ああ、同じだった。同じツイートするな。これなんかあるんだろう。重複したらツイートできないはずだぞ。確かに。とりあえず着替えるか。お兄ちゃんが行方不明なんて絶対おかしいよ。今朝学校に行く前ちゃんと見たもん。学校に、学校、まさかお兄ちゃんの学校の噂、本当に神隠しが起こったの？そういえばお兄ちゃんがいなくなっちゃう夢を見たような。あ、そうだね、そういえば。あ、そうか、あれか、ね、一番最初の導入ね、導入、あれがここでつながるわけか。はあ、お兄ちゃんどこ行っちゃったの？おお、なんだ、おお、わあ、鏡が真っ黒に。はっ、うわあ、怖い、まさか。ちょっとツイッターしよう。今部屋で何かピカってなったよね。ダメなんだ、それツイート しなきゃ。ねえ、ピカって光ったよって、うん、ああ。ああ。これは行っちゃう、中に行っちゃったね、これね。あれ、誰、あ、誰かいる、誰かいる。は、見つけた。え、だ、誰、え、誰、マジで誰。でも男っぽいよね、フォルム的に、ね、男っぽいけど、え、お兄ちゃんと関係あんのかな。いやでも目つき悪すぎるからさ、お兄ちゃんと比べたら、ね、ルカ、お前ルカだろ。はい、え、え、え、なになに、え、なになになに、これ逃げるの、これ、どういうこと、何が始まるの、はい、これ、うわ、ちょっとツイートできる余裕もない。ほんとや、ほんとや。え、なになに、なに、言えるの、これ来ないで、逃げなきゃ。え、なになに、はい、あ、すいません、さよなら。え、どういうこと、お前のせいで兄貴は、あ、あ、あ、首が、首が、あ、首が、や、やめて、あ、いや、死ぬ描写ちゃんとしっかりしてるんですね。あ、しかもこのままゲームオーバー画面が映るんか。あ、そういうこと。いや、よかった、でも、あ、この人か、じゃあ。この人だね、多分。あ、そうね。この人、私もお兄ちゃんだと思ってたわ。ね、僕も最初そう思ってたけど。そっか、こうな、このキャラか。じゃあ、とりあえずちょっとうまく逃げられるように。私の技量が。ね、そうそう、僕、これ応援しかできないから。うん、頑張れ、頑張れ。ほら、真ん中のその机を。で、どこ行くの、うん、これ、外、トイレまで入ってくるかな。え、あ、わかんない、あ、わー、あ、わわわ、神回避。うわ、あれ、え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 、お母さん、お父さん、助けて、なんで誰もいないの、お母さん、お父さん、どこ、は、え、なに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 、勝手に動いてる、おお、これなら開かないはず、おお、ひゃ、怖、え、でもなんか誰か座ってるけど、あ、クマか、え、これクマのぬいぐるみじゃないの、
そうよね。ソーイングセット聞いたのなんか関係あんのかな。そういうことか。え、お母さん、お父さん、まさかぬいぐるみになっちゃったんじゃないよね。え、なに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 。待て、俺の兄貴をどこへやった。ブクちゃん、ちょっと待って、勝手に勝手に追ってくるの、追ってくるの、追ってくるの、勝手に動いてます。あ、勝手に勝手に痛い、離して。兄貴はどこだ。何のことかわからない。あなたのお兄さんなんて知らない。何、おお、下ろしてくれた。そうか、割と単純ね。え、割と新物分かりのいい人だった。え、じゃあルカは。はい、うわうえ、ぬいぐるみが動いてこっちに来る。邪魔をするな。え、戦ってる。え、今のうちに逃げなきゃ。ポコ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 。弱そう。ポコ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 。ポコポコポコ。え、これどうすんの。逃げるってどこに。外、鏡の中行けない。待って、ついたついた。あ、ついたついたついた。いけるいける。ぬいぐるみが動いた。できるんかい、ここで。でも空いてるってことはここに入れってことだよな。まあそうだね。違う、このぬいぐるみ、このぬいぐるみを動かして戦うみたいな。あー、全然調べられない。寝る、え、寝る、え、どこ行くのこれ。どこ行きゃいいんだ。家出れなさそうだったもんね。ねえ、家もう今出れるとかなのかな。どこに行くんだ。一回行ってみるか。うん、いや、BGM が怖い。ねえ、なんか焦る。うえー、なに。あー、え、え、は、足、え、え、動けない。なんで？え？足が。何これ？ふわふわしてる。ぬいぐるみみたいな。なんで？どうなってるの？とにかく早く逃げないと。ありゃまー。ありゃー。あららら。やめろ。弱い。ポコ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 。あの人、襲われてる。どうしよう。え？え？選択肢。いや、これはだってバットの方から見る？バット行く。じゃあ逃げちゃおうっと。バイバイ。バイバイ。バイバイ。もう知らない知らない。だって さっき首絞めてきたもん。確かに。いや。おこれは。何が起きてるの。早く逃げないと。でもどこに。あ、うわ、ありゃー、全部なっちゃった。かわいい、かわいい。なんかちょっと、え、お母さん、お父さん、お兄ちゃん。あー、動かなくなっちゃった。おー、え、なんか怖いんだけど、かわいいんだけど。かわいい。あー、ゲロ。そうだよね。そりゃそうだ。だろうな。